独断と偏見に満ちたアスナが連れていそうなポケモン参戦。アニメソードアートオンラインの登場キャラクターアスナ、彼女がもしポケモンの世界にいたらきっとこんなポケモン連れていそうという独断と偏見に満ちたポケモンランキングを紹介していこうと思う。第3位、ロズレイド。アスナの武器は取り回しのいい細く鋭い剣レイピア。そう、バラのように美しくトゲがあるのだ。アスナの気に入るポケモンがロズレイド。両手の花束にはなんとトゲとムチが仕込まれている。ダンサーのような華麗な身のこなしから繰り出される攻撃はさぞ鋭い攻撃だろうね。第2位、ラティアス。めっちゃ可愛いドラゴン、ラティアス。ラティアスはとても知能が高く、人の言葉が理解できるそう。アスナのとても優しい心に反応し、全力で助けてくれるに違いないだろう。そしてイメージカラーもぴったり。多分バトルの相性もぴったりだろう。アスナが釣っていそうなポケモン、流行る第1位はサンダース。実はキリトよりもアスナの方が技のスピードと正確さが上である。その圧倒的な攻撃速度から閃光のアスナと呼ばれるように、閃光のアスナと同じ高速で貫くポケモンがサンダースだ。イーブイが雷の石を使い進化した姿、全身の体毛が針のように逆立ち相手を貫くそうだ。アスナとサンダース、やっぱりぴったりだね。いかがだったでしょう。アスナが連れていそうなポケモン参戦、しっくりきましたか。このキャラクターが連れているポケモンはきっとこんなポケモンなどなど、リクエストがありましたらぜひぜひコメント欄で教えてね。ではまた次の動画まで。